スな人。この番組はエルネストジャパンがお届けしてます。イエーイ始まりました。フリーアナウンサーの吉岡美穂です。株式会社エルネストジャパン代表永原沙耶です。そして本日のゲストは介護福祉という分野を通して暮らす町高松市が住みやすく働きやすい町にしていきたいと考えている株式会社松代表取締役社長の松村浩太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もう松といえば私一番に言いたいことがあるんですが、松の経営理念が素晴らしいんです、はい、言っていいですなんで笑うんですか。お願いします、はい、思いがある、夢がある、あなたとあなたの暮らすこの町が豊かであるために。めっちゃ良くないですこれ。深いですね。深いで、松は本当にあの関わる人の思い夢に寄り添い一緒に悩んで考えて笑顔にしていきたいって考えてるんですよ。この経営理念ってどのようにあの、まあ、作られましたでしょうか。そうですね、僕というより社員さんが、まあ、僕が毎回言ってる内容をまとめてくれたような感じで、これいいねこれいいねみたいな感じで、まあ、5年前ぐらいに、5年かな、6年か前ぐらいに作り上がっていったような感じです。もうまさしくね、働く仲間の声をそのまま乗せたってことですよね。いや、いいですね。こう働く環境づくりって何に一番気をつけてますか。環境づくり、はい、本当にその人の思いを聞くというか、聞いてそれを実現していくっていうところが一番やと思います。あ、本当にね、その松 の、その会社の素晴らしいところが、働く人が自分の夢や好きなことをできないんであれば、その人が幸せじゃないんであれば、うちにいる意味がないっていう考えなんですよ、社長の。素晴らしいでしょ。これは松村社長、結構簡単に見えてこう難しいと思うんですけど、中にはこう実現できない夢を語る方もいらっしゃるじゃないですか。そんな場合どんなサポートして、まあ、助言をされてるんですか。意外にいけますね。いけますか。多分言ってくれたら、まあ、それを具体的になんでその夢なんかとか聞いていけば、実は違うところ、お笑い芸人になりたいとか、まあ、いろいろながあった時に、もしそれで食べていけるのであれば、実はその人深く聞いていったら、まあ、笑わしたいっていうところに、あの本音があって、ただ介護でもデイサービスとかして、あの利用者さんとかを笑わし続けたらいいんじゃないとか、そこにビジネスモデル作ったりすれば、いずれそっちで笑わしていくと意外に利益とか、その後の給料になっていくんです。お笑い芸人ずっと目指しとても難しい時が あるけども、話深く聞いていったら、みんなのこう笑いを取りたいような内容なんで、例えば別に福祉でいいんじゃないとか、いや、まあまあ何でも。これはでもあれですよね、いろんな相談できますよね。私も聞いてほしい。何を聞くんですか。私も相談して。何、女優になるの。大根役者だから。何聞いてる。菅野さんもそうですね。あ、そうですね、シンガーソングライターとかも、それね、歌うだけではなかなかお客さんからお金をもらう、するのは難しいけども、介護でそのレクをしたり、はい、まあ、僕らだったら広告宣伝費っていうのがあるんで、もう松の T シャツ着てもう自由にいろんなところで歌ってくれないよみたいな、それがまたね、お金になっていったりするんで、そういうの、すごい戦略ですよ。本当に松の T シャツもう頭にすり込んでますからね。とかやっぱいろいろ有名は言ってくれれば、そこが本気なら大体ある程度実現はできます、ね。じゃあモデルになりたい人がいたら。そうですね、はい、あ、じゃ あ, あのエルネストジャパンにモデル10センチ以上のヒールを履くような、モデルの仕事をしたいっていう子がもしご相談に来たら、どうアドバイスを。モデルでどうなりたいかですね。モデルで食べていきたい、ね、どういうモデル、その人の背景をまず聞かないと何とも言えないんですけど、そうですね、さすが。今の考え、なんでモデルになりたいかとか、
その辺を具体的に聞いていけばなんとなく見えてはくると思うんですけど、漠然にモデルになりたいだけだったらちょっと、まあ、いろいろめっちゃ若いんだったらもう東京行ったらとかなんですけど、年齢にもよるしとか、いっぱい現実的もうその年ではちょっと東京は無理かな。いやその人の年齢とか男性なんか女性なんかとか背景とか、はい、いろいろ松村社長優しいから現実的でも優しく包んでくれますよ。そうですよね、私たちの年齢でそんなことはもう全然いですけど、うんうん、いや意外にいけますね。深く聞いていけば優しい優しい、そうですね、深く聞いていけばすごいです。とことんこう聞くっていうところの姿勢はやはりなかなかねできないですよ、いろんなお話を聞いてで解決に持っていくという、すごくないですか。素晴らしい、ね、いやそうなんです。でも松村社長があのしているアースな人の活動も教えてもらってもいいですか。聞きたいですね。アースな人の活動、そうですね、はい、あのこの番組は、はい、そのアースな人っていう番組なので、はい、まあ身近なことでエコ活動とか環境とか、はい、地球のためとか、うん、地球のため、もうまさに仕事でされてるんですよね。仕事が人のために、人のためになっているので、うん、もうまさにそれって感じですけどね、うん、環境のためとかであれば、松グループで不動産事業部があるんですけど、はい、空き家問題に特化して、はい、そのリフォームとかして入居してもらうみたいな、だから空き家再生事業みたいなのはしてます。素晴らしい。もうそれはまた不動産で健全かいう人がおったんで、ほんじゃやってみたら、で僕ら在宅系の福祉なんで、そこがつながって、はい、たら家で困る人もいっぱいいるんですよ、はい、入居で、その辺も不動産と絡めてやれば、いけるに違うんで、不動産事業も立ち上げる。地獄なんですか。福祉事業に不動産ですよ。掛け合わせがすごいですよ。すごい。かけてかけて。すべて困ってることを形にしちゃうんですよ。アースな人ですよ。本当に。まさしくアースな人ですよ。ね、もうぜひね、もうまだまだ聞きたいことがあるので、また第2回のゲストでも、ちょっと聞きたい。じゃあ、あと1個だけ、1個だけいいですよ。はい。そう言われたらやめていくので、もうぜひあのまた第2回第3回のレギュラーで来てほしいぐらいですね。本当にもうアースな人にぴったりですよね、はい、地球のため、人のため、未来のために考えてくださってますからね、はい、ではあの最後にあの聞いている皆さんに何かメッセージあればお願いします。はい、株式会社マツは在宅で見とれる世の中っていうのを作ろうと頑張ってやっております。でまあ、地域包括ケアシステムっていう構築を、まあ、独自で作り上げていこうと思ってますので、どうぞ協力とか応援していただければありがたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは株式会社マツ代表取締役社長の松村浩太さんでした。皆さん、介護福祉のことで何かご相談したいことがある方はぜひ株式会社マツにご連絡ください。この番組は有限会社佐藤ダンボール工業所、株式会社エルネストジャパンが提供しております。